はい、皆さんこんにちは。バレエコードはない方が良い初心者のためのギター教室、一人でも多くの方に音楽を奏でる楽しさを知っていただきたい秋田です。イエーイ。今日はですね、グリーンさんで奇跡のレッスンをやってみたいと思います。この動画を最後まで見るとグリーンの奇跡バッチリ弾けるようになっちゃいます。もちろんね、練習していただかないと弾けるようにならないですよ。はい、このチャンネルでは F とかね、B7 とか難しいバレエコードのコードを簡単なコードに変換したりとか、簡単なコードしか出てこない楽曲を選んでレッスン動画としてアップしています。よろしければチャンネル登録してください。よろしくお願いします。それではね、グリーンの奇跡デモ演奏行ってみたいと思います。どうぞ。はい、デモ演奏見ていただきました。このね、デモ演奏 YouTube の機能を使って遅くしたり早くしたりすることができます。これね、ここにリンク貼っておきますので確認してみてください。はい、それでは奇跡で出てくるコードを確認したいと思います。出てくるコードは G Em DC。ここまでが弾き語り基本コード5のうちの4になります。ここにリンク貼っておきますので押さえ方は確認してください。それに加えて B7 です。 B7 は5弦の2フレットに中指、4弦の1フレットに人差し指、3弦の2フレットに薬指、1弦の2フレットに小指、5弦から弾きます。はい、今回ですね、結構代替コードとか使っていますので、他の方と一緒に合奏するときにはこのコードだとちょっとそれ違うんじゃないって言われる可能性はかなりあります。だけど一人で弾き語りする分にはね、このコードでいけると思うので、まあ自分で楽しむ程度でやっといてもらって、誰かで合奏するときにはちゃんとしたコード風どっかで手に入れて、それでやってみていただければと思います。はい、今回カポ5にしています。原曲はね、 C のキーなんですよね、まあ、G のポジション、 G の構えですね。 G の構えで5フレットにカポつけると C になります。難しいんですね。その辺はここにリンク貼っておきますので、このリンクをたどって確認してください。はい、ストロークですね。これストロークね、イントロはじゃらーん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 ってこうね、コード1個ずつに1回じゃらーんって弾きますね。じゃらーん。 A メロはじゃんじゃっかじゃんじゃっか、これねゆっくりやってます。明日今日より好きになれる、すごいゆっくりやってますので、デモ演奏見て確認してください。で、次君のくれた日々がっていうのは倍の速さでやってますね。これでジャンジャカジャンジャカ、1と2と3と C との1のトと3のトを弾かない、ジャンジャカジャンジャカ。これはね、 A メロはジャンジャカジャンジャカってやってて、 B メロは倍の速さでこんな感じでやっています。で、 C メロは
二人寄り添って歩いてタカタタタっていうのはジャンジャンジャンタカジャンジャンジャンタカジャン1と2と3とシートでいくと1と2と3と引かないジャンジャンジャンジャカジャンジャンジャンジャカですね。まあパターンとしてはジャンジャンのイントロとジャンジャカジャンジャカをゆっくりしているパターンとジャンジャカジャンジャカをまあ倍転にした倍の速さにしたパターンとジャンジャンジャンジャカ、このね、まあ、4つのストロークになるんですけども、まあ、大きく分けると3つのストロークになるのかな、はい、そのストロークをまあ覚えていただいて、まあ、このコード進行でね、頑張ってやっていただければ、まあ、そんなにコードね5つしか出てこない風にアレンジしてで簡単なコードばっか出てくるようになってますので、コード自体はねそんなに難しくなく覚えられると思うの でストロークもね、これまで僕の動画を見てもらっていた方であれば似たようなストロークでちょっと難しめっていうのが出てきている、似たようなストロークが出てきている曲もあったので、それでねやっていただいてれば意外と早くできるようになるかと思います。ただね、このストロークしながら歌うのは難しいかもしれないですね。この歌僕も今回ね歌ってないの でこのストロークだったら大丈夫かどうかっていうのはすいません、確認してないです、ごめんなさい。多分ね難しいと思います。最近ねリクエストが多いんでね、歌を覚えてる暇がないんで歌わないパターンがかなり出てきていて、まあそれでもね、あの皆さんにバレーコードなしの曲をいろいろとお伝えできるんであればそれでいいかなって思いながら最近やっております。はい、ということで今日はですねグリーンの奇跡をやらせていただきました。一生懸命練習してバッチリ弾けるようになっていただけたらすごく嬉しいので、ぜひぜひ、練習してみてください。皆さんがより楽しくギターライフをエンジョイできますように。初心者のためのギター教室、入門はチャンネル登録からです。それではまた皆さん、バイバイ。